さあ、ここからはロアッソマガジンのコーナーです。早速 J2 第18節ザスパ草津群馬戦のダイジェストからご覧ください。アウェイ正田醤油スタジアム群馬で行われた J2 第18節ザスパ草津群馬戦、最初にチャンスを迎えたのはホームの群馬。前半8分、25番ミッドフィルダー宮崎のクロスに9番フォワードダニエル・ロビーニョのヘッド。両チーム合わせて初めてとなるシュートで群馬が先制します。一方追う立場となったロアッソは13分、20番ミッドフィルダー澤田がこの位置でボールを奪うとドリブルで持ち込みミドルシュート。澤田が放ったシュートは群馬19番ディフェンダーファンに当たってコースが変わりゴールへ。チームトップタイ澤田の今シーズン4点目となるゴールで同点に追いつきます。1対1となってからゲームの流れはロアッソへ。34分、14番ミッドフィルダー岡本のコーナーキックを36番フォワード牧が頭でそらしこぼれ球を澤田。ここは群馬ゴールキーパー内藤のファインセーブに阻まれます。44分には27番ミッドフィルダー中山のグラウンダーのフリーキックを38番ミッドフィルダー橋本フリーになった。守っても後半21分、群馬25番ミッドフィルダー宮崎のシュートをゴールキーパー畑が左足1本でセーブ、ゴールを死守します。そして40分、17番ミッドフィルダー斉藤がドリブルでペナルティーエリアまで持ち込み、最後は途中出場8番ミッドフィルダー原田のミドルシュート。しかしここも群馬ゴールキーパー内藤がファインセーブ、逆転ゴールとはなりません。結局試合は1対1の引き分けで終了。ロアッソは2試合連続追いついての引き分けとなりました。それでは J2 第18節を終えた時点の勝ち点と順位です。ロアッソは5勝9分け4敗、勝ち点24で現在14位です。ロアッソ熊本、次節の対戦相手は京都サンガ FC。ここまでの成績は7勝5分け6敗、勝ち点26で11位。第18節ジェフユナイテッド千葉戦は3対0で完敗を喫しています。 J2 第19節京都サンガ FC 戦は6月21日土曜ホーム馬金よかなスタジアムで午後7時キックオフです。今回はこの京都戦に向けて指揮官小野武史監督に意気込みを伺いました。まずは先日の群馬戦を振り返っていただけますか。はい、まあ、ゲームそのものとしてはね、結構選手も頑張って最後まで足止めずゴールに向かってくれたんでね、内容としては着実に一歩一歩、いいものにしてってくれてるなと、引き分けっていうのを今度は勝ち点3に、勝利にね結びつけるように頑張っていきたいなと思ってます。この群馬戦を終えてのロアッソの成績が5勝9分け4敗、勝ち点24で14位なんですけども、はい、まあ、その9引き分けという、まあ、引き分けの数がありますが、はい、まあ、昨年からのね、いろんな課題の中でディフェンス面でね、しっかり安定させていく、あるいはもっともっとそこでアグレッシブなボールを奪いに行くディフェンスをということは考えてたんで、まあ、そのあたりのところはよくやってくれて、でかなりチャンスも作ってくれてる、その辺が、まあ、負けが少ないところにはつながってるとは思うんですけどね、じゃあチャンスをどうやって得点に結びつけていくか、ここはまだまだね、詰めていかなければいけない、しっかりとトレーニングで一つずつ一歩ずつ得点につながっていくように、そしたら自然にね、結果として引き分けっていうところが勝ちにつながっていくんじゃないかなというふうに思ってます。さてちょっと話題は変わりますが、はい、ワールドカップ、はい、ブラジル大会開幕しまして、はいはい、監督も結構ご覧になってますか。やはり結構寝る時間が どのタイミングで寝たらいいのかなっていうか悩みながら今日々生活してます。
まあ、いろんな試合があると思いますけども、はい、そういうの例えば、はい、まあ、スタッフであったり選手であったりとかでは、はい、いろんなお話はされるんですか？大体ね、朝集まると 1,2 分ですけどね、話をしてトレーニングスタートするんですけども、その中にかなりワールドカップの話もこう出てきてますし、やはりいろいろ話を していくっていうのは楽しみでもあるし、それから選手一人にとってもチームにとってもね、非常に重要な要素かなというふうに思ってます。さてロアッソ、次はホームに、はい、京都を迎えての一戦ですけども、京都というチームにはどんな印象をお持ちでしょう？いや、もう間違いなく個々のレベルで言えばね、J2 の中でもトップクラスで、本当に日本代表する選手たちがいるチームですよね。はい、まあ、相手には大黒選手という、はい、まあ、点取り屋のフォワードがいるわけですけれども、はいはい、そういった選手に対しての、はい、まあ、対策というか、はい、その辺も、まあ、大黒は昨年一緒にね、中国のチームで一緒にやってましたんでね、彼の本当に得点の能力の高さっていうのはすごくよく知ってます。いかにね、彼がこう目立たない試合にしていくか、彼自体を抑えるっていうのは非常に厄介なことなんでね、どうやったらそこにボールが生きたボールがいかないようにするか、チーム全体でこう考えていく、そういう試合に持っていければなと思ってます。じゃあ最後になりますが、はい、その京都戦に向けての意気込みをお願いいたします。はい、ここ2試合ねアウェーが続いて、ようやくホームの、熊本で試合ができるんでね、来てくださるサポーターにも本当に熱い気持ちになってもらえるような、そういう試合に持っていきたいなというふうに思ってます。